はい、お疲れ様です。高木充です。ってことで今回はまた天気がいいので昆虫採集に来ております。もう時期が11月の中旬になったんですけど、まだまだねカマキリとかバッタとか取れると思うんで、特に狙い定めずに今回は採集していこうと思います。さあ今日は結構あったかいですね。朝は寒かったけど昼間は太陽出ててあったかいです。今日はいろいろ見れるんじゃないかな。この時期になると昆虫たちは日当たりのいいとこで温まってることが多いので、日当たりのいいとこ中心に探していこうと思います。おお、スズメバチがいました。黄色スズメバチかな。結構触角が長いけどオスなのかな。今年刺されました。皆さんも気をつけてください。そしてすぐ隣には蝶々が止まってます。これ北手派ですよね。このまま成虫で越冬する蝶々です。頑張れよ。おー、立派なカマキリがいました。ほら堂々と日光浴してますけど、大カマキリですね。あ、すごいお腹が膨らんでる。産卵前かな。すげえ貫禄ある子ですね。めちゃくちゃ元気です。まあ多分この後産卵だと思うんで、このまま逃がしてあげようと思います。かっこいいな、やっぱ。またカマキリ見つけました。この中に隠れてるんですけど、皆さんはどこか分かりますか？正解はここです。こんなとこ。やっぱなかなかカマキリって隠れるのが上手ですよね。周りの草とか葉っぱとかで分かりづらくなってます。この子も結構お腹膨らんでますね。よいしょ。めちゃくちゃ立派な大カマキリです。なかなか大きいですよこれ。手の上に乗せたら分かりやすいと思うんだけど、超立派。まあこの子も産卵すると思うんで逃がしてあげます。バイバイ。おお、こっちにはハラビロカマキリがいますね。あ、なんか捕らえてる。なんだあれ、ちっちゃいハエみたいなのを捕らえてるけど。おお、むしゃむしゃ食べてる。ちっちゃいハエの仲間ですね。産卵前だからやっぱいろいろ食べるみたいです。食事の邪魔になるからそっとしといてあげましょう。やっぱ11月の中旬でも天気が良くて日当たりのいいとこ探すと結構昆虫見つかりますね。曇りの日とか寒い日だと全く見つからないんだけど、こういう天気の時は日当たりのいいとこに集まってきてます。うわー、マジか。大カマキリがハラビロカマキリを食べてますね。共食いです。なんか食べてんなって遠くから見えたんですけど、まさかカマキリだとは思いませんでした。やっぱり大カマキリの方が大きいから、大カマキリに捕まっちゃうとハラビロカマキリ何もできないですね。むしゃむしゃ食われてます。まあだんだん昆虫が少なくなってくる季節なんで、大カマキリもなんか食べないと長生きできないから、こうやって同じカマキリでも食べてしまうみたいです。まあちょっとハラビロカマキリからするとかわいそうですけど、貴重な食事の時間邪魔するわけにはいかないので、このままそっとしておいてあげようと思います。おお、コカマキリもいました。この間緑色型の珍しいコカマキリ取りましたけど、この子は褐色型です。基本はこういう褐色型ですね。かわいいカマキリです。よし、じゃあ夕方になってきたんでそろそろ移動しようかなと思います。ヒメカマキリを見たいので山の方に向かいたいと思います。まあ今から向かったらもう夜になると思うんですけど、夜は山の方でヒメカマキリを探したいと思います。じゃあ移動します。
はい、というわけで夜になりました。夜はね、山の方で生き物を探していこうかなって思うんですけど、めちゃくちゃ寒いです。もうすでにね、気温が一桁になっちゃってて、正直生き物を探す気温じゃないんですけど、まあカマキリとかヘビとか探していこうかなと思います。で、ね、またね、夜一人だと怖いんで、猫久志さんと一緒に山登っていこうと思います。お願いします。お願いします。さあ、なんかいるかな。9月とかは胸アカハラビロカマキリをこの辺はたくさん撮りましたけど、もうだいぶ厳しいですよね。お、これはトゲナナフシですね。トゲナナフシ結構いるんだよな、この辺。なんか年によってめちゃくちゃいる年といない年があるんですけど、今年は結構多い気がしますね。あ、マジで？山を登り始めてすぐ見つけてしまいました。これ外来種の胸アカハラビロですね。生きてるかな。あ、生きてるわ。あ、生きてるけど、あー、だいぶもう弱っちゃってますね。やっぱ寒いからもう凍えてる。あー、もうだいぶ厳しそうですね。かなり弱っちゃってます。もう後ろの足も欠けてたりして、だいぶボロボロです。だいぶ冷え込んでますけど、ちらほら生き物は見つかりますね。ただもうヘビは冬眠入っちゃったかな。全然見つかる気配がありません。穴の中にもいないっすね。いやー、これ落ち葉の量やばいっすね。2週間前にも来てるんですけど、その時に比べるとだいぶ落ち葉が増えてます。もう冬ですね。まあでもこういう落ち葉は生き物からすると絶好の冬眠場所になるんで、いい環境ですよね。はい、だいぶ山登ってきて、上の方にあるトイレの街灯見てたんですけど、なんか綺麗なガが止まってます。これあんまり見ないけど、なんていうガなんだろう。山眉にしては結構ちっちゃめですね。姫山眉とかなのかな、ちょっと詳しくないんでわかんないですけど、結構綺麗なガです。かわいい。もっふもふですね。寒いけど、こいつはあったかそう。風邪ひくなよ。他にはなんか飛んできてないかな。いや、さすがに厳しいかな。あんまり虫がやっぱ集まってきてないですね。もう寒すぎるんだろうな。よく出会ったヒキガエルも、もういなくなってますね。これ見てください、皆さん。ケムスイめちゃくちゃいるんだけど、なんでこんな集まってんだ。これケバエかな、多分ケバエの仲間だと思うんですけど、えげつない数です。あ、閲覧注意ですね。やば、これケムスイ、リピートアフターミー、ケムスイ、ケムスイ、水の発音が大事ですからね。リピートアフターミー、ケム。はい、というわけで今回も車中泊ですね。もう前回よりも気温がだいぶ下がってるのでかなり寒いんですけど、まあ、風邪ひかないように一晩休みたいと思います。いやー、もうだいぶね、生き物を探すの厳しい季節になってきましたけど、まだまだ頑張っていくと思うんで、次の動画もぜひ楽しみにしておいてください。ってことで今回の動画はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。